ベネラ12号はソビエト連邦の無人金星探査機である。ベネラ12号は1978年9月14日2時25分13秒に打ち上げられた。1978年12月19日に巡航弾から分離し、ランダーはその2日後に約秒速1 1 2トルの速度で金星の大気圏に突入した。降下中、 空力ブレーキとパラシュートを展開して減速し、約1時間の降下時間を経て、12月21日3時30分に、金星表面に南着陸した。着陸速度は、7から秒速8メートル、着陸地点の座標は、南ニ7度統計294度であった。巡航弾が通信可能域に入った着陸110分後に、データが伝送された。 ベネラ11号とベネラ12号では全く同じ装置が運ばれた。ベネラ12号の巡航弾は太陽風検出器、電力検電子検出器と2つのガンマ線バースと検出器を搭載していた。c にはベネラ11号とプログノス7号でも同時に運ばれ、三角砲によるガンマ線源の特定を可能とした。金星のフライバイの前後。 ベネラ11号とベネラ12号は143個のガンマ線バーストについて詳細な時間プロファイルを作成し最初のカタログを作成した。ベネラ12号によって最後にガンマ線バーストが観測されたのは1980年1月5日であった。ベネラ12号は1980年2月13日に紫外線分光計を用いて ブラッドフィールド彗星を観測し、1980年3月19日まで分光データを報告した。巡航弾は次のような機器を搭載していた。巡航弾の科学ミッションは、1980年4月に終了した。ベネラ12号の降下機は、大気の詳細な化学蘇生、雲の性質、大気の熱バランス等を研究するための機器を運んだ。搭載機器の中には、 金星の大気の化学組成を測定するガスクロマトグラフィーや産卵対応放射、土壌組成の測定器、大気の電化を測定するグロザと名付けられた装置等があった。報告された観測結果には雷の存在の証拠、アルゴン36、アルゴン40の比率、低地での一酸化炭素の発見等があった。ベネラ11号とベネラ12号には2台の カラーカメラも搭載されていたが、どちらも設計上の欠陥により、レンズカバーが開かず、画像を送信することはできなかった。ランダーは次のような機器を搭載していた。ありがとうございます。